This scene represents Mitra's last supper of bread and wine with his companions before his ascension to the heavens in the sun's chariot. Mitraism was practiced centuries before Christianity around the world and even predates Christianity in Rome.ミトラ教はキリスト教に先立って何百年も前から信仰されてきました。このレリーフはミトラが最後の晩餐をして、そして天へ、天の戦車に乗って帰る前の様子を表したものだと言われています。パンとワインで別れを告げている場面と言われています。広志林、浜松シティ、ジャパン。ミトラ教とキリスト教、酷似しています。で、ミトラ教の方がキリスト教よりも約4、500年早くできて、そして4、500年キリスト教の前に広く信仰されていたという事実からですね、キリスト教というのはミトラ教のパクリ教であるということになったわけですが、しかしそれはあくまでも結果ではなかったかと最近考えるようになりました。つまりマリアがマリア教を建てた、そしてマリア教が勢力を増すにつれてですね、それまであったミトラ教がですね、そのままマリア教に、乗り移っていったということがどうやら事実のようです。つまり当初からですね、キリスト教がミトラ教をパクったというのではなくて、結果としてパクった形になったということです。そういう視点で考えるとミトラ教の姿、そしてキリスト教の姿というものがより輪郭を伴って理解できるようになるのではないでしょうか。で、話を先に進める前にですね、日本の中のミトラ教について考えてみたいと思います。この動画は大変古い動画ですが、で、この中で私は日本の中のミトラ教、タイトルはミトラ教の中の日本と書きましたけれども、日本にもミトラ教というのがあるわけですよね。今でもなく弥勒菩薩教ということになります。空海がもたらした密教がそれにあたります。ですから、高野山ですね、今後無事行きますと階段の儀式というのをですね、申し込めば模擬って言いますかね、体験できることになっています。その階段の儀式なるものはですね、まさにミトラ教の神事の様子そのものであるということになるわけです。それはともかくとして皆さんにご覧いただきたいのはですね、ミトラ教の神事、の様子から取り出した写真ですけども、そのミトラがですね、フリギア帽をかぶっていると。で、この自由の、女神って言われてますけども、マリアンですね、フランス革命の時に活躍した、女性ということになりますけども、頭にはフリギア帽をかぶっています。つまりフリギア帽というのは、特に赤いフリギア帽はですね、自由のシンボルと理解されていたようです。エジプトでも、奴隷でもですね、自由人になるとこの赤いフリギア帽をかぶったと言われています。あのサンタクロースも赤いフリギア帽をかぶっていることもどうか忘れないでください。で、そのミトラ教は今も言いましたように、一度チベットに入って、そして密教になるわけですね。密教の密っていうのは、あれは当て字です。そしてそれが弥勒菩薩教として中国を経て日本に入ってきたということになります。で、今エンリルの姿を見ていただいてますけども、エンリルというのはこのように、恐ろしいライオン顔で表現されているということですね。そして一方、その右側にはですね、ミトラ教の神事の様子を表した絵の中の向かって右側には三角の形の円形が描かれています。フリーメイソンの
形、まあ、シンボル的な、ね、三角形へとつながっていくわけです。でこれは今ご覧いただいているのはエンリル、そして右が不動明王です。で私は不動明王イコールエンリル説を唱えています。不動明王は向かって左側右手に神剣を表す棒を持っています。そして右手に王剣を表す王剣リングを持っています。地上の支配権ということになるわけですね。で同じものをですねメソポタミア、そして古代ペルシャのレリーフの中にも表現されているというのは、まあ、大変興味深いということになります。まあ、このような形で日本が、まあ、メソポタミアとつながっているということになるわけです。もちろん日本の方が先ということになります。で不動明王をですね、まあ、見ていただきますとこのような、まあ、尺っていうんですかを持っているということですね。そして片手には尺、もう一方の片手には剣尺っていうのを持っているわけです。まさに神剣、地球の支配権を表す、まあ、シンボリックなアイテムということになります。まあ、エンリルがですね一応この地球の支配者ということになるわけです。そしてその支配者がですね各地に、まあ、王を決めてですねその王にその地域を統治させた、その象徴的なシンボルがですね、ごめんなさい、王権リングということになります。で今右の丸をつけたのがこれがあの延期のシンボルマークということになります。まあ、延期をですねこのような形で表現した、それが現在のフリーメイソンのシンボルマークへとつながっているということです。まあ、ここで大きな、まあ、派がですね2つに分かれたということです。しかしミトラ教においては延期とエンリルを平等に祀っていますね。まあ、この頃は延期もエンリルも仲が良かった、実際仲が良かったみたいですね。あのその流れを汲む一派が仲が悪くなったということになるわけです。ですから、まあ、日本の狛犬へとこの概念がつながっていきます。まあ、日本の狛犬イコール延期延利説 by 林浩説ということになります。でこのミトラ教はですね当然ゾラスター教の流れを汲みますから、廃火教といいますかね、松明を焚いたりあるいは火を使った儀式を、まあ、したということになります。それが中央に描かれています。大変興味深いことにこの左右に座っている、まあ、信者の方たちはですね皆日本風の正座をしている点にも注意してください。まあ、正座という習慣は世界広しといえども日本と、まあ、ほんの他にあるのかないのかということですけども、私が知る限り日本以外に正座する、まあ、習慣を持つ民族というのはいないということですね。その正座の様子がこのミトラ教の神事の様子の中に描かれているというのは興味深いです。そしてここにですね星のマークが描かれています。星というのはですね、バビロニアではディンゲルと発音しました。ディンゲルっていうのいう言葉にはですね2つの意味があります。神と星という意味ですね。つまり神イコール星、星イコール神という考え方とつながっていきます。ベートーベンの第九の中でね星の彼方に星の彼方にという言葉が出てくるのはそのためです。まあ、中国語でねこれ D って言うんですよね。でその D という、まあ、甲骨文字とそれからディンギルというくさび型文字がですね大変よく似ていると、まあ、意味もそれから発音も形も似ているという意味でねそのディンギルを通して中国語の D とつながっているということで、まあ、無視できないということになります。中国語で D というのは帝国の帝という字に、まあ、つながっていますけれども、帝という字はもともとは神という意味でした。まあ、ともかくもそれが、ね、八方向に伸びる星として描かれて、同じように、道教の中にも八方向に伸びる星のようなものが描かれています。これはイナンナイシュタールのシンボルマークとも考えられます。右はイナンナイシュタールのシンボルマークということになりますが、道教の中にというか道教の裏にはですねイナンナイシュタールのシンボルマークが描かれたのもあると、まあ、このように対して日本と、まあ、ペルシャつまりメソポタミアとは深くつながっているということです。ヤタの鏡もですねこれはインドのゴパラヤントラと言いますかゴパラヤントラそのものであると私林浩司は判断しています。林浩司説ですね。さらに縄文時代とも深く結びついています。先ほど王権リングの話をしましたけれども、王権リングを授かった王たちは頭の後ろにそれをつけたようですね。そしてその王権リングにはリボンがついていました。まあ、つまりそれが 王である象徴ということになるわけです。つまり
私こそが王であるということをですね、この王権リングを頭の後ろにつけることによって、王たちは自分の地位立場を、まあ、主張表現したということになります。でそれをですね、やはりミトラ教の神事の中で神権と王権を表すアイテムを持っているということですね。先ほど言いましたように、尺と剣尺の関係になってくるわけです。でエンリルは、まあ、右がですね、エンリルの一般的な図ということになりますけども、やはり、まあ、何か似たようなアイテムを持っているということですね。で結論から言いますと、要するに、まあ、日本ではですね、何でも何かんでもトライトライ、ね、大陸からね、中国朝鮮半島を伝わってやってきたなんてね、定番になってますけども、実はその真逆でしてね、日本から世界に文明文化が伝わっていた行ったということになるわけです。少なくとも古代の神々はこの日本ランドに住んでいたということですね。その証拠の一つが前方後円墳ということになります。まあ、日本のね、今現在使っている、紙飾りもですね、結局は前方後円墳イコール、王権リングを表現したものであるということになります。まあ、林博士説ですよね。まあ、その王権リングをかたどったのが、まあ、前方後円墳であるということになります。まあ、空から見てね、ここは神々の土地であるぞということを示したということになります。一連の動画の中で日本こそが最古の神の国であるということを皆さんに証明したいと思います。 Bye for now。A controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is most likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published today in the Harvard Theological Review. The papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus' Wife, has been the subject ofwidespread debate since it was discovered in 2012 because it includes the phrase Jesus said to them, My wife. It also mentions that she'll be able to be my disciple, which leads some to question whether women should be allowed to become Catholic priests.本題に入る前に一言、この絵は最後の晩餐と言われている絵です。日本語で晩と言いますと夕方を指しますが、英語で晩というと日没後から寝るまでの時間帯を言います。そのイーブニングにとる食事がサパーということになります。でこの絵の題はラストサパーとなっています。で中央にいる人物がイエスであることには間違いないと思いますが、向かってその左側にいる人物は私はイエスの妻ではないかと考えています。つまりこの絵は世間一般で言われているような最後の晩餐というような
深刻な絵ではなくて、むしろその真逆、もっと楽しい風景を描いた絵ではないかと考えています。広志林、浜松シティ、ジャパン。ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告書によれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高いということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来、広く論争の的になっている。というのも、その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。その断片はまたこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは、女性がカトリックの神父になることを許されるべきかどうかという質問にもつながったと。A controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is most likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published today in the Harvard Technological Review. The papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus' Wife, has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because it includes a phrase Jesus said to them, My wife. It also mentions that she'll be able to be my disciple, which led some to question whether women should be allowed to become Catholic priests. Who is his wife and what is she?広志林、浜松テリージャパン。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる最後の晩餐の絵です。この中にイエスを中心として12人の弟子の姿が描かれているといいますが、本当にそうなのでしょうか。本当に12人の弟子なのでしょうか。右から順に名前を拾ってみます。サイモンです。タデウスです。マテューです。フィリップです。ジェームズです。トーマスです。そして今度は左端へ来て、バーフ・ロメウです。ジェームズです。アンドリューです。手前にいるのがジュダ、つまりユダです。そして後ろにいるのがピーター。そしてイエスの最側近にいるのがジョン、つまりヨハネです。念のために他の資料でも調べてみました。同じです。特に注意していただきたいのが、イエスの向かって左側にいるジョンと、そしてユダです。ジョンというのは最も重要な弟子の一人でした。が、私林浩司はイエスの向かって左側にいる人物はマグダラのマリアと判断しました。赤い色をつけてみました。
が、これがもしマグダラのマリアなら、イエスは最も重要な最後の晩餐の席に女性であるマグダラのマリアを連れてきたことになります。ただならぬ関係ということになります。さらにその左に、そこにいてはならない人物、つまりユダが座っています。緑色の色をつけてみました。もし赤い色の人物がマグダラのマリアであるとするならば、数が合いません。12人の弟子のはずです。もう一人はどこへ行ったか、言い換えるとユダがここにいてはいけないということになります。がユダはいます。なぜでしょうか。がここにいる赤色で塗った人物はマグダラのマリアです。聖母マリアとマグダラのマリアは一人二役の、言うなれば操り人形マリアでした。その証拠がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母の絵の中に残っていました。ルーブル版です。右が岩窟の聖母の中に描かれている聖母マリアです。そして左がイエスの向かって左側に座っている人物です。比較してみてください。全く同じです。衣服の模様も同じです。顔も違いがありません。やや垂れ目の目になっています。皆さん自身で確認してください。今日の最も重要なポイントです。この両者は同じです。ついでに衣服の色も比較してみてください。左の人物の服の色と下のイエスの服の色は赤と青がちょうど反転した形で同じです。ここまで同じであるにもかかわらず、左の人物はジョン、つまりヨハネということになっています。なぜでしょうか。言うまでもなく、ここにマグダラのマリアがいるということはローマンカトリックにとってはまことにもってまずいということになります。が誰が見ても向かって左側の人物はマリア、そして林浩司のマリアイコールマグダラのマリア説を重ねるなら、さらにさらにまずいということになります。がこの左側の人物はマグダラのマリアです。がここに座っている人物がマグダラのマリアであるとすると、さらに深刻な問題が起きてきます。今まで人間史の中で永遠と積み重ねてきた12人の弟子とその名前が総崩れになってしまうからです。一人足りないことはもちろんのこと、イエスの最側近の人物がヨハネでないとすると、順送りにドミノ倒しのように名前と顔がずれていきます。言い換えると、この最後の晩餐を土台にして考えてきた人間史は一体何であったかということになってしまいます。もちろん私林浩司はこの絵の中にユダはいるはずもない、いるべきではないと考えています。その理由の一つがミケランジェロなる画家が描いたとされるあのカッシナの戦いの絵です。あのカッシナの戦いの絵の中には12人プラスアルファの弟子が描かれていますが、ユダの姿はありません。ユダの手だけが水の中から出ています。がなぜかユダがいます。なぜユダがこんなところにいるのでしょうか。そしてヨハネはどこにいるのでしょうか。さらにマグダラのマリアがなぜここにいるのでしょうか。繰り返しますが、イエスにとっても最重要であったはずの
最後の晩餐の席にマグダラのマリアがそこにいたということになります。つまりこの時点においてマグダラのマリアはイエスにとっては妻以上の存在であったということになるのではないでしょうか。右がイエス、そして左がマグダラのマリアです。同じような絵がイタリアのサンタ・マリア・マジョリーナ・カシードラルにあります。イタリアでも最大のマリア教会です。そこにこんな絵画が残っています。左がイエス、右がと言いたいんですけども、イエスよりも若い感じがします。イエスはこの時33歳前後ですから、その右にいるマリアは聖母マリアということはありえません。もし聖母マリアなら50歳以上になっているはずです。もう皆さんお分かりかと思いますが、マグダラのマリアはイエスにとっては妻以上、あるいは妻そのものでした。その証拠がイエスの妻の福音書と呼ばれているものです。以前からこの福音書があることは知られていましたが、偽物ではないかという説もありました。ともかくもそれについての結論が出ましたので報告します。ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告ハーバードテクノロジカルレビューによれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高い、 most likely と書いてありますけれども、ということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来広く論争の的になっている。というのもその中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。繰り返します。その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。またその断片はこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは女性がカトリックの神父になるのを許されるべきかどうかという質問にもつながったと。結論ということになりますが、イエスには妻がいた。しかもその妻というのはマグダラのマリアであったということになると、ローマンカトリックにとっては誠に誠に誠にもってまずいということになります。つまり今までのローマンカトリックのあの厳しい戒律は何であったかということになってしまいます。言い換えると、今までローマンカトリックが作り上げてきた人間史は何であったかということにもなってしまいます。裏を返して言うと、これこそまさに捏造された人間史の一例ということになるのではないでしょうか。皆さん自身で判断してください。 Bye for now。Wikipedia writes as follows. Mary Magdalene, literally translated as Mary the Magdalene or Mary of Magdala, was a Jewish woman who, according to text included in the New Testament, traveled with Jesus
as one of his followers. She said to have witnessed Jesus' crucifixion and resurrection. Within the four Gospels, she is named at least 12 times more than most of the apostles.ウィキペディア百科事典は次のように書いています。マグダラのマリアというのはユダヤ人の女性で、新約聖書によればイエスの弟子とともにイエスと一緒に旅をしたという。マグダラのマリアはイエスの貼り付けおよび復活を目撃したと言われている。4つの福音書の中でマグダラのマリアは少なくとも12回その名前が出てくる。つまり他の弟子以上の弟子であったと。広し林浜祭りジャパン。1500年後のつまりルネサンスの時代に現れたイエス・キリストの操り人形芸術家であったのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。そのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる壁画が最後の晩餐の壁画です。その壁画の中央に座っているのがイエス・キリストということになります。そしてその向かって左側に座っているのが誰かということですけれども、一般には弟子のヨハネと言われていますが、本当にそうでしょうか。ヨハネと言われている人物に注意してください。どう見ても女性顔にしか私には見えないのです。そこで調べてみると、大変よく似た人物が別の絵の中に描かれているのが分かりました。岩窟の聖母という絵の中です。この中央に座っているのが岩窟の聖母、つまりマリアということになります。拡大し先の最後の晩餐の絵の中に描かれている人物と比較してみます。この両者は全く違いがないという点で同じ人物と判断しました。2012年に発表しました。皆さん自身でも比較してみてください。つまり右が聖母、つまりマドンナ・マリアであるならば、左もマドンナ・マリアということになりますが、年齢が合いません。右から左までの年月はイエスの生涯を考え合わせるなら、少なくとも33年の年月が流れているということになります。右は聖母マリア、左はマグダラのマリア、つまり聖母マリアイコールマグダラのマリア、私のマリア一人二役説はこんなところから生まれました。つまり一般に言われているように、左の人物はこれは弟子のヨハネではありません。絵を見れば一目瞭然ですが、そのことを知っていた人がもう一人いました。それがもう一人の1500年後のイエスの操り人形芸術家であったミケランジェロ・ブアノルティです。1500年後のイエスは同じコンセプトをミケランジェロの彫刻を通して表現しています。ピエタ像です。処刑されたイエスを抱くマリア、聖母マリアということになっています。その顔と同じくミケランジェロが彫刻したとされる聖母子の中に表現されているマリアの顔と比較してみてください。この両者は全く同じですが、おかしいと思いませんか。少なくともその間には少なくとも33年の年月が流れているはずですが、左のマリアは全
全く年を取っていません。一般にはマリアは年を取らなかったと説明されていますが、本当にそう考えてよいのでしょうか。がここに先に説明しましたように、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説を重ね合わせてみると、その謎が簡単に解けるのではないでしょうか。つまりダ・ヴィンチなる画家の2枚の絵を通して表現されているその思想と、ミケランジェロなる芸術家の2つの彫刻を通して表現されているその思想がこうして一致しているということです。上がミケランジェロの2つの彫刻です。下がダ・ヴィンチの2枚の絵です。向かって右が聖母マリア、向かって左がマグダラのマリアということになります。つまり繰り返しますが、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説はこうして生まれました。がそれだけではありません。さらにその上にマリアイコールイナンナ・イシュタール説を重ね合わせてみると、ここに表現されているマリア・マリアは、つまりは替え玉マリアということになります。私たちが知っている貼り付けにあったイエス・キリストが替え玉であったように、マリアもまた替え玉であったということになります。つまりイナンナ・イシュタールがマリアという替え玉を操って私たち人間を指導していたということになります。上の像がイナンナ・イシュタールです。もちろんイナンナ・イシュタールは人間ではありませんでした。神です。その証拠の一つがこの像の目の中に残っていました。このイナンナ・イシュタールの目に注意してください。目の中に目があります。つまりこのイナンナ・イシュタールはオーバーオールヘルメットをかぶっているということになります。ついでながらキリストが生まれる以前からイナンナ・イシュタールのヘブライ名ラテン名はマリアでした。エジプトでもマリと呼ばれていました。それはともかくも古代の神々も含めてマリアもまた仮面を必要とする神であったということになります。もう一度簡単に検証してみます。イナンナ・イシュタールです。そしてこのような仮面も見つかっています。左はオーバーオールヘルメット、つまりすっぽり型の仮面ということになります。そして右はいわゆるマスク、仮面ということになります。この両者は全く同じです。さらにイナンナ・イシュタールが仮面をかぶっていたという決定的な証拠を皆さんにお見せします。それがこの右の図ということになります。左の像をですね、右のように図解したというわけです。そして頭の後ろを見ていただきたいのですけども、その後ろには2本のマスクバンドが取り付けられているのがわかります。つまりオーバーオールヘルメットをこのような形でバンドで留めていたということになります。つまりイナンナ・イシュタールはこうしたオーバーオールヘルメット、もしくは仮面を必要とする女神であったということになります。そしてその女神と人間の間に立ったのが替え玉マリアということになります。そしてその替え玉マリアは聖母マリアと言われているマリアとマグダラのマリアと呼ばれているマリアは一人二役の同一人物であったということになります。言うまでもなくイナンナ・イシュタールのシンボルマークは八方向に伸びる金星のマーク、そしてマリアのシンボルマークも同じ八方向に伸びる星のマークです。
で、結論ということになりますが、ミトラは天上へ帰る前にですね、現在のトルコのルキア、ルシアで最後の晩餐をしたと言われています。となりますとですね、キリスト教でいう最後の晩餐とは何かということになるわけです。つまり嘘も100回つけば本当になる式にですね、本当はって言いますか、本来はあるはずもなかった最後の晩餐なるものがキリスト教の世界にも入り込んだとも考えられるということです。ともかくもミトラにとっての最後の晩餐は、いよいよ天上へ帰ります、皆さんさよなら、バイバイと言って手を振って、まあ、明るく楽しく去っていくシーンであることには間違いないようです。まあ、キリスト教の方ではですね、まあそうではないわけですけども、何かしらミトラ教のいわゆる最後の晩餐のレリーフを見ているとですね、中央向かって右がミトラだと思いますけども、まあ多分奥さんらしき人物とですね、2人で手を振って楽しそうに、別れていく様子のような感じがします。となるとレオナルド・ダ・ヴィンチもですね、まあどうなのかなということになるわけです。神ですからやはり嘘をつけなかったということになるのではないでしょうか。ありもない、ありもしない儀式をですね、書くということはレオナルド・ダ・ヴィンチにとっては大変苦しいことではなかったかと、私林浩は勝手に判断しています。バイ。